風が吹くと水面には風波と呼ばれる波が発生します。ここでは日本列島南方の海上に発生する台風と海の波との関係に注目します。台風が海上で発生すると海面では強い風が吹き続けることになり、波は次第に大きく成長して台風のある海域はしけと呼ばれる状態になります。風が吹き始めると水面にさざ波が立ち、その風が吹き続けると波は成長し、次第に波長も長くなって風浪と呼ばれる状態になります。波が十分発達した時に風を止めても、大きくなった波がすぐになくなることはありません。これがうねりです。大きく成長して伝わる速さが増したうねりは台風の暴風域の外まで伝わり、夏から初秋の太平洋岸では土用波と呼ばれています。